ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M850i X ドライブをご紹介させていただきます。石川さん、最初にいいですか？はい、早すぎないですか？早いよね。もう起きたって感じでね。はい、ちょっとこのお車 のブログ見てる方だと特に、まあ、先月、はい、まあ、ちょうどカスタマイズうちの方でやらせていただいて、はい、まあ、車完成したんですけれども、うん、お客様が手放すと。そうですね、はい、はい、なんかもうタイミング的になんかちょっとなんかあったのかなって思われちゃいかもしれないですけど、まあ、そういう、まあ、そういうことでは全くなくて、はい、お客様の車の入れ替えの都合で、はいはい、まあ、1ヶ月足らずですけども、そうですね、ご入庫いただいたということで、はいはい、ご紹介させていただきます。で、今回この850かなりカスタマイズが進んでるんで、ちょっとそのカスタマイズの部分と、はい、あと僕の方でつい先週かな、あ、先々週か、うん、アリーナ店の方で850のグランクーペを紹介させていただいてるんで、はい、まあ、ちょっとその辺の比較なんかもお届けできればいいんじゃないかなと思います、うん、はいはい、で今回車が、うん、こちらバルセロナブルー、ブルー、はい、なんか850のイメージカラー、そうなんですよ、まあ、結構カタログで見るよりは現車で見た方がなんかすごくいいのかなっていう感じはします。そうですね、まあ、インターネットのコンフィギュレーターなんかでも選べますけど、ちょっと実車イメージ違いますよね。画像で見るのと だいぶ違う気がします。現車だとかなりちょっとこの、うん、濃淡というか、そうですね、グラデーションがかなりあって、うん、はいはい、そしてこの美しいこの850のボディにぴったりなんじゃないかなっていう、うん、ね、似合ってますよね。そうですよね、はい、でサイズ的なものをいくと、うん、850って意外にこう大きすぎないんですね、うん、そうですね、僕サイズ調べてびっくりしたんですけど、はい、なんか幅が1900、うんうん、はい、もうちょっとあるのかなと思ったら1900なんですね。そうですね。そして全長も4m88 ぐらい、はい、うんうん、そう、うん、5m は全然届かないぐらい。そうですね、なんか絶妙なとこ攻めてるなっていう、はい、そうですね、最近他の車がみんな大きくなってしまっているので、逆にこう小さく感じるって言ったら言い過ぎですけど、まあ、取り扱いしやすいサイズ感かなっていうのは間違いないと思いますね。Sクーペなんかだともっと全然長いです。そうなんですよ、クーペといえどもね、みんな5メーター近くあったりとか、ね、そう。でコンチ GT なんかだともっと幅があったりします、ね、そうなんですよ、196とか7とかなっちゃったり、ちょっとこう微妙な差なんですけど、ね、乗りやすい、そうです、ね、乗りにくいって出てくる可能性もあるので、おすすめのボディサイズだと思います。で前回から行きましょうか。はい、どうぞ、はい、カスタマイズのポイントとしてはやっぱりちょっと850、はい、うん、まあ、8シリーズ、はい、まあ、この辺がちょっと特徴的だったんですけど、はい、今回しっかり真っ黒に塗ってあるということで、うん、はい、これ塗る前はちょっとゴールドっぽいなんか、そう、シャンパンっぽい、ね、シャンパンっぽいような、なんていうんですか、サテンの感じですね、はいはい、今回しっかりピアノブラック、はい、グロスブラックグロスに塗ってあります。スポーティーな部分も演出しつつ、はい、そしてこのエアロパーツが、うん、そうなんですよ、はい、今回はです、ね、はい、3D デザインのカーボンエアロ、もうこの綾織のカーボンがもう本当にこう何ですか、よれよれっとなることなく、もう全部パーってこう端っこまで、そう、綺麗に、すごくやっぱり 3D さんのカーボンエアロパーツってクオリティ高いんで、絶対おすすめです。カーボンって結構重要ですよね。いや、大事です、うん、結構ちょっと某大陸製のなんかで結構安くネットなんかでも今いろいろ出てるじゃないですか。そうですね、実際こう近くで見てみるとちょっとカーボンの目がこう揃ってなかったりとか、そう、かなりながっかりポイントなんで、ですよね、うん、まあ、その辺しっかりした 3D のエアロがついてると、はい、そうです。でサイズ的にもそんなにあれですよ、うん、そうなんですよ、特にストレスないぐらいなサイズだと思うんですよね、運転されてて、うん、これ以上ちょっとこうボリュームがあるとちょっとこう気をつけなくちゃかなっていう感じしますけど、そうですね、はい、うん、本当にどんぐらいでしょう、3センチ、うん、そうですね、ですかね、うん、ぐらいですし、エンジンのその下の方のアンダーとかから比べれば別にそんなに極端に低いわけじゃないので、本当に段差下る時ぐらいですかね。そうですね、注意していただいて、はい、はい、まあ、使い勝手はそんなに悪くないんじゃないかなっていう、うん、はい、感じでございます。でもう850、うん、まあ、M モデルを除くトップグレードですから、はい、まあ全部ついてると、そうですね、この避けるやつが当たり前のように、はい、そして横に回っていくと、うん、ホイールも超高級品がついてるじゃないですか超高級ですよ、 ADV1、はい、ADV10.0、 そうです、アドバンスドシリーズ、はい、の21インチ、はい、はい、超高級品、そして削り込みもやっぱり、うん、一番フラッグシップモデルですから、はい、そうですね、もう削りがすごいですよ ね、 すごいですよね、このフランジのここまでこう、うん、そう入れて、うん、全て合わさる部分もしっかり削ってるっていう、はい、うん、もう芸術ですね。いいですね、すごくかっこいいです。アルミニウムを使った芸術ですね、はい、
まさにホナーもついてると。そしてもう完成したばかりですから、はいはい、もうピカピカです。ピカピカです。でもついでに言えばもうタイヤもバリ山です。あ、そうですね、はい、もう完璧なホイールが装着されてます、はい、でキャリパーも今回そうです。通常ブルーでしたっけ。そうです、ブルーです。を色替えして、はい、色替えしつつも、うん、こうロゴは入ってます。しっかり残してるんですね。はい、ホナーがついてると、うん、で車高の方も、はい、だいぶ下がってますね。下がってますね。カーベイの HAS、 そうです、純正ショックを生かしたまま、そうですね、オーダウンするタイプのものがついてる、はい、うん、まあ、電子制御の足回りなんかもそのまま、そうですね、使えますね、使いいただけると。そんな足元、足元すごいですね、本当に超決まってますね。いや、かっこいいですよ、サイズ感と、はい、絶妙です。東京店、内山店長も絶賛してます。内山の、こだわりの一品です。久しぶりにもう本当にビタッときた、ビタッときた、はい、言ってました、気持ちいい感じです。そして横この辺のペイントもしっかりされてて、はい、これもなんかシャンパンっぽい。そうです、そうですよね、はい、M 独特のカラーに最近の M モデルの、はい、カラーになってたんですけど、はい、でそれに合わせてこのそうですミラーなんかも、はい、しっかりペイントされてると、うん、これシャンパンのパーツをこうペイントするだけでだいぶイメージ違いますね。いや、全然違いますよね。なんていうんですか、スポーティーな感じは当然もともとの M のそのなんていうんですか、シャンパンっぽいカラーってあるんですけど、ちょっとこう品もありつつ、でもなんかこうグロスにすることによってこうワンランク上って言ったら変な言い方なんですけど、なんかちょっとまた違う感じの、ちょっと高級感も出てます、ね、そうですね、まあ、だいぶテイストが変わってくるので、すごくいい感じでバランスいいと思います、うん、そしてサイドスカートも同様に 3D のサイドスカートが、はい、これもシンプルですけど結構そうなんですよ、アクセントになってますね。そう、デザインがちょっと画像で分かるかどうか分からないんですけど、意外としっかりとこうラインも出てて、ボディのラインと、そう、そうなんですよ。で、若干こう R がついてて、で見ると後ろに向かって上がってるデザイン、上がってる、そう、そうなんですよ。後ろなんかこのぐらい被ってるんですか、はい、またまあ、通常これクーペモデルなんで、 3D デザインさんのエアロだけでいうと、そのグランクーペなんかだとまたちょっと出面が違ったりするんですけど、やっぱりボディにこう対してしっかりとデザインされてるっていう感じは、うん、見て取れますね。そんなサイドスカートもついてます、はい、そして後ろも同様に ADVR のホイール、はい、21インチが装着されてます、うん、そしてコンケーブが、まあ、毎回ですけれども、はい、リアはすごいですね。そうですね、タイヤサイズも、はい、タイヤサイズも、そう、タイヤサイズも今回ちょっと純正よりアップしてるんですね、うん、295かな、はい、はい、なのが装着されてます、うん、フロントが255、はい、リア295、前後ともに確かちょっと純正より幅がちょっと、はい、アップしてます。引っ張り具合も絶妙です。いい感じですね、はい、気持ちいいですよね、この入りがそうです、ちょうどいいです。はい、これタイヤのチョイスってすごく重要ですよね。いや、大事ですよね。こうファットに見えたり、引っ張りすぎちゃって見えたり、引っ張ってるけどリムガードばっかり出てたりとか、微妙じゃないですか。そうですね、うん、タイヤの銘柄も合わせて、そう、チョイスがね、こう引っ張りすぎるとちょっとこうやんちゃな感じ出ちゃいますし、そうですね、まあ、立ってるとこうスポーティーな感じ出ますけど、うん、逆にちょっとボテッとした感じも、そうなんですよ。でやっぱりこう850のこうスタイリッシュなデザインからいくと、こう絶妙な引っ張りで、うん、そうですね、こうリムガードも出すぎない、うん、そう、はい、そんなの、あとは一番難しいのって前と後ろで同じぐらいの引っ張り感っていうか、同じ感じのこう形を出すっていうのが意外と、あ、そうですね、そう、簡単そうで難しかったりとか、投資じゃないですもんね。そうなんですよ、サイズ感とその辺が、まあまあ、あの内山が頑張って、はい、はい、今回完璧なセッティングになってます、はい、まあ、今回もですね、そうですね、はいはい、そして後ろに回っていくと、後ろも 3D のパーツが、はい、トランクスポイラーだったり、うん、しっかりついてて、はい、でこっちの下側、はい、ディフューザーも、そうです、 3D デザインの、はい、なんかもう純正って言ったらちょっと大げさですけど、はい、なんか本当にこうまとまりがいいというか、まとまりいいですよね。なんかこうまとまっててこうついてる感はちゃんと出てて、だからってやぼったくないんで、わざとらしくないですよ、わざとらしくないです、そんなもんです、うん、そしてエンブレムなんかは今回全部なくして、はい、そうです、すっきりと、本当にすっきりしてますね、ね、うん、ただデザインというかパネルのこうラインとかがすごく強調されているような感じに見受けられますね。
特にこの辺が狭いんで、はい、エンブレムついちゃってるとちょっとこう賑やかな感じ、ごちゃごちゃしちゃうんですよ。してますよね。そうで、こういうせっかくのこうテールレンズとかこのプレスのラインの凹凸感がなんか邪魔されちゃうので、こういうエンブレムのね、なんていうんですか、ベースの立ち上げ方とかってこれ結構絶妙でかっこいいじゃないですか。こういうのが分かりやすくなるっていう。確かに8シリーズちょっとこのなんていうんですか、テールもちょっと複雑な造形してるし。そうなんですよ。パネルもこう本当に複雑な造形してますよ、ね、複雑だよね、うん、よくよく見るとトランクのこの形と、あとフェンダーのこの形とものすごくこう複合的にラインが重なってる、つながってる感じがします。そして今回テールランプなんかはこれ触ってないんですか？これ触ってません。なるほど。はい。もともとちょっとこう普通の一般的な車よりスモークがかかったというか、そうですね、ちょっと落ち着いたトーンの赤なんで、はい、かなりまとまりがよく上がってます、うん、はい、そしてちょっと通り過ぎちゃいましたけど、うん、ルーフはカーボンなんですね。そうですね。真ん中にこうプレスラインが、はい、気がついたんですけど、この熱線と繋がってるんですか、これなんかね、すいません、僕も今言われてあ、はい、そうだと思いました。なんか M モデルだとこうトランクまでこう、そうですね、繋がってたりしますけど、はい、この辺もちょっとスポーティーさを演出させる、うん、そんなルーフになってます。はい。で、土方さん、これマフラーも変わってますよね、はい、そうなんですよ。今回ワンオフで、センターとリア、はい、うん、大人の事情でちょっと具体的な詳細は控えておいた方がいいですよね、うん、はい、そうですね、はい、うん、テクニカルな、はいはい、佐々木さんが作った、佐々木さんが作った、はい、そんなマフラーが今回装着されてる、はい、音もちょっとこの後聞いてみたいと思います。そうですね、はい、はい、それじゃあ続いて内装を見てみたいと思います。これ鍵はあれですか、藤川さん、ディスプレイキーは、うん、あります、あります、はい、今回ちょっと車両紹介ということで通常のキーでご紹介します、うん、そうですね、はい、でやっぱりこの手の車になるといろいろ気になっちゃうところなんですけれども、はい、ソフトクローズなんかも、はい、ついております。で、まあ、コンフォートアクセスはもう当然ついてる、はい、で中は、うん、中かっこいいじゃないですか、ね、このブラウンとブラックと、はい、黒いレザーのコンビで、うん、内装が結構いろいろ種類があるんですよね、はい、14種類ぐらいカラーですね、はいはい、パターンが、そうですね、パターンが、うん、その中から今回このブラウンと、はい、ちょっと落ち着いた感じもありつつ、そうですね、ちょっと高級感もありつつの内装になってます、はい、うん、ドアから行きましょうか、はい、ドアはこの上の部分とこの下の部分、ここまでがレザーですかね、うん、そうです、はい、それぞれステッチも入ってて、でしっかりバワーズ&ウィルキンそうです、はい、はい、スピーカーも、うん、これ質感もいいですね、やっぱりちょっとやっぱりいいですね、うん、こんなドアになってます、はい、そして内装は、うん、はい、ダッシュボードまで全部レザーなんですね。そうです、これ標準で、はい、850は。そしてメーターがやっぱりこの液晶になってますから、はい、存在感も視認性もかなり良さそうです。申し分ないと思います、はい、でインテリアのパネルが3種類ぐらい。そうです、はい、今回はスタンダードのものが、そうですね、はい、装着されてると、はい、そして何といってもそのシフトですよ、はい、クリスタルの、クリスタルね、なんかこう上から見ると8っていう字が見えるんですよね、うん、そうです、まあ、その辺もちょっとこの後紹介したいと思います。はい、はい、そしてスカーフプレートはしっかり850、これ光ってるんですかね、うん、光ってます、はい、そしてその下にはカーボンコアじゃないですか。そうですよ、はい、結構こう土方さん見えました動画、何の動画ですか、カーボンコアが出来上がるまで。あ、すいません、見てないです、はい、僕はアリーナ店の車両紹介で全く同じこと言ってるんですけど、カーボンコア その出来るまでみたいな動画があって見たんですけど、うん、すごいですよ、もうちょっと車作ってる感じのとこじゃない、うん、もうそんな雰囲気のところでいろいろ作ってるんですけど、この外側とあとセンターのトンネルとかになんかこうカーボンが被せてあるんですよ、ね、あとルーフの骨組みかな、うん、はい、なるほどっていう、多分土方さんももうワクワクしながら見れる動画の内容なんで、ちょっと後で教えます。わかりました、はい、はい、そしてちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。割と最近ご紹介させていただいた直後なんで、はい、そんなにこうおーっていう感じではすいません、リアクション芸がないんですけれども、うん、はい、運転席の機械はこんな感じです。でこちらのお車まもなく1万キロになろうかという、そうですね、はい、そしてハンドルはちょっとこう M がつくモデル独特のちょっとこの太めの、そうですね、ちょっと太めですよね、ちょっと太めです、レザーで、うん、はい、レザーの質感すごくいいですね、質感いいですね、はい、はい、
なんかメリノレザーとかっていうのが結構その上質なレザーなんですよね、うん、はい。そしてメーターはこのフル液晶のタイプになってると、はい、うん、ただあんまりこうなんていうんですか、アウディみたいにあらゆることができるっていうわけじゃなくって、はい、ね、基本はメーターなんですよね。そうです、はい、でちょっとこの真ん中に少しいろんなものが表示できると、はい、そんなタイプのがついてます、うん、そしてパドルも 3D になってるじゃないですか、はい、しかもこれ貼り付けじゃなくて交換じゃないですか。交換です。質感いいですね。すごくいいですよねこれね、はい、いい感じです。この中が赤く、赤くプラスマイナス、あとこの外側がちょっと赤くなってるんですかね、うん、そうです。そして 3D のロゴも入ってて、はい、ちょっとアクセントにはかなりいい感じです、はい、かっこいいです、はい、でこの辺の使い勝手はもう BM なんで、そうですね、もう間違いない感じじゃないでしょうか、はい、はい。そしてこっちのナビモニターの方が、うん、こっちが 10.いくつですよね、うん、10.75 か。そうですね、はい、はい。まあ、この辺も BM 共通ですし、うん、使い勝手も間違いないんじゃないでしょうか、はい。そしてインパネ全体はちょっと運転席にこう向いてる感じですよね、はい、そうです。でちょっと2台目の紹介であれなんですけど、はい、ちょっと改めて思ったのは少しクラシカルな印象ありません？なんかこの辺とか、うんうん、なんか、ね、そう、最近の車で多いんですけど直線基調というか多いですよね。で直線と丸をうまく融合して使ってるんですけど、今回の BM のインテリアってどっちかというと直線がメイン、がっつり直線って感じですよね、全てが。なのでクラシカルなイメージかもしれないです。もうポルシェの992なんて思いっきりそうですよね。そう、うん、もうちょっと昔の感じを連想させるような、うん、そうですね、はい、はい、そんなインテリアになって、はい、この辺ちょっとちゃんとローレット加工というか。そうなんですよ。どうですかこれ、はい、土の大好きなローレット。いやこれたまんなくないですか。いいですよね、ちょっと高級感も、はい、ありつつ。 BM ってこういうことをするようなイメージなかったんですけど、はい、なんか最近はすごく考えられてますね。やっぱりこう一番トップグレードというか、うん、トップブランドにロールスを持ってるのもあるんですかね。いや絶対ありますね、はい、なんかちょっとその辺も、うん、つながりもちょっと連想させるような。そうですね、ちょっと質感の良さと、はい、はい。でこの辺のパネルは、うん、ちょっとこうザラザラした感じの。そうなんですよ、金属みたいな質感の、うん、はい、なんかそんなパネルになります。はい、独特ですね、はい、でこれを開けると、うん、ドリンクホルダーと、はい、はい、USB と、うん、はい、あとここ充電ができるようになってるんですよね、はい、そうです、はい、そしてこのシフトですよ、うん、シフト、はい、これが8が、はい、上から見ると映ってますか。見えると、うん、はい、いいですね、はい、これでも僕慣れないんですよね。横のボタンはいいんですけど、はい、パーキングちょっとここが、はい、はい、まあ、そうですか、はい、うん、パーキングの位置ってもうみんな結構バラバラじゃないですか。あ、確かにね、ここにあったりとかここにあったりとか、うん、はい、なんかそうですね、僕個人的にはここよりもこっちの方が使いやすいです。ボタンの方がなんかシフトをこう押すってなんか、はい、ちょっと探しちゃいました。そうですね、はい、まあ、この辺は慣れていただければ、はい、はい、あとこの辺の質感もすごくいいですね、うん、はい、ローレット加工されてて、はい、この中もちょっとキラキラっとしてて、うん、はい、でこのボタンもちょっとキラキラしてるんですよね。そうです、はい、なんかこうクリスタル風な感じでですよね、はい、この辺のこの3点セットの、うん、はい、質感がすごくいいです。いいです。でこの辺カメラだったり、うん、はい、パーキングだったり、そうだとモードの切り替えが一通りついて、うん、サイドブレーキと、はい、はい、でグローブボックス、あ、アームレストの中は、うん、はい、割と容量がありつつ、うん、USB Type C とシガーがついてる、ね、なんか今までの BM ってここのコンソールの容量が全くないっていうイメージあったんですけど、やっとなんかこう結構いろいろ入る、はい、入るかなみたいな感じになってきましたね。質感もすごくいいです、うん、とてもいい感じです。で、あのどうせあのツッチ見落としてると思うんですけど、ここもこうキラキラしてて、なんかあ、この中もなんですね。そうなんですよ。わ、こう結構細かいところに今回は BM こだわってますよ。さすがトップグレードですね、うん、はい、6のあれ後継になるんですか。一応そうなりますね。ですよね。ちょっと微妙な立ち位置ですけどね、もともと8っていうのが、うん、ただもう流れ的にはこう世界一美しいと言われたクーペの再来じゃないですか、はい、そうですね、はい、うん、だこの辺 の, 使あの作りも抜かりないと、はい、はい、でちょっと通り過ぎちゃいましたけど、シートはスタンダードな調整と、うん、はい、はい、そのサイドサポートの、はい、この締め付け具合と、あとこの背中の調整と、うん、はい、はい、あと快適装備としては、うん、シートヒーターとベンチレーションが、はいはい、ついてると。マッサージはこれついてないんですよね。これないですね、マッサージは、はい、そんな仕様になってます、はい、そして内装に戻ってピラーなんかはちょっとこのファブリック、うん、はい、布地の、はい、はい、しっかりしたものになってます、はい、
黒ですね。バイザーも、はいはい、同様のバイザー、はい、ちょっとこう横長の、はいはい、バイザーになっております、うん、基本的には、はい、M モデルもしくはこの850のようにグレード名の前に N を冠している車に関しては、はい、ピラーからルーフライニング基本ブラックになります。そうですよね、はい、これが BM のなんていうんですか定番というか、はい、ミニもそうでした。あ、そうでしたね。そうです、はい、ジョン・クーパーになると、はい、このここから上が黒くなる。そうです、そうです、ね、中の印象がこう暗くなってこう、うん、引き締まって、引き締まるんですね。それがすごくスポーティーなんですね、うん、いいですね、すごく。そしてこの辺ETC、 これは定番ですけれども、ミラーの裏側は ETC で、はい、うん、今回の車はレーダー探知機と、はいはい、ドライブレコーダー、はいはいはい、が装着されております。はい、そしてルームランプが、うん、これかっこいいですよね。そう、これいいですね。最近 BM この流れですけれども、はい、すごく質感のいいルームランプがついております、うん、内装はこんな感じ。あ、ちょっと安全装備も触れておきましょうか。はい、はい、でもう8ですから、はい、もう必要なものはもう全部ついてるって感じなんですよね。もう基本的にそうです。はい、もうレーンキープのもついてますし、うん、ACC もついてますし、はいはい、でレーンキープもただのそのレーン、その車線をキープするだけじゃなくて、うん、車線の真ん中を走る機能がついてるんですよね。あ、そういうことなんですか。そういうことなんですよ。僕これ前回アリーナ店で試乗させてもらったんですけど、はい、すごいんですよ。なんかもう、うん、ビタッてこう真ん中をこう強制的に走らされてる感じ。そうですね、それわかります。でそれでおーって言ってで、試乗が終わっちゃったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だちょっとそれをオフできますよね、確か。はい、できます、はい、うん、ちょっとそれでこう本当にこうどういう動きをするのかっていうのをちょっと確かめたいなって。はい、はい、であとはもう本当に何でしょう、まあ、速度の看板。あ、そうです、はい、読み取るモードだったりだとか、はい、そうですね、はい、あとカメラ関係もちょっとオンにしてみましょうか、うん、はい、はい、はい、これじゃないですか、これですね、はい、でカメラ関係も全部もうフルフルでついてますんで、はい、うん、まあ、サラウンドビューというべきか360度カメラというべきか、はい、はい、もう全部ついてて、はい、こんな感じになっております。安心ですね、はいはい、じゃあ後ろの席もちょっと乗ってみたいと思います。はい、こんな感じでリクライニングすると自動で出てくると、はい、これはいいですか。ちょっとこれはちょっとあれですか。ちょっときついですね。きついですね、はい、ちょっとこれはですね、やばいやつですやばい、はい、これやばいですね。これこれは下がってきちゃったらやばいの、さすがの、あ、やばいよね、ほらやばいよね、あーっていう、はい、そういう感じです。ちょっと上も横も、そして横に関してはちょっとこうなってますもんね。そうですね、ちょっときついところの騒ぎじゃないです、うん、はい、はい、これは、まあ、幅はいいですけど、でも背もたれがほぼほぼ911系です。そうですね、はい、すぐほぼ垂直ですね。ほぼ垂直です。でアームレストもなければエアコンの吹き出しも当然何もないんで、うん、何もないですね、はい、なぜちょっとシートベルトがついてるのかちょっと疑問なぐらい、はいはい、それぐらいちょっと乗れないリアシートです、はい、超ミニマムです。そうですね、ぎゅうぎゅうのリアシートの次はちょっとトランクを、うん、そうですね、紹介させていただきたいと思います、はい、これでも後ろが狭かったんでトランクちょっと期待しちゃうんですけど、はい、あ、やっぱり奥行きは結構あるんですね。そう、結構ありますね。で当然トランクスルーになりますので、まあ、長いものは全然余裕で積めます。ただちょっと高さはやっぱりそうですね、同様、はい、ちょっと厳しいかなっていう。そう、あとここは少しありますかね。そうなんですよ、なぜここをもうあと5センチ切らなかったのかなっていう確かにちょっと私的には納得いかないんですけど、多分ゴルフバッグなんかも積めますけどちょっとこうこうやらないと。そういうイメージですね。ですよね。そう、あと開口部が少し高さがないかな、うん、はい、奥行きがない、ここがないんですよ。そうですよね、多分高さもそんなにないけど、多分ここが狭いから余計こう高さがない感じがしちゃいますよね。だからスーツケースなんかもちょっとこうやらないと入らない。そうですね、そういう感じになっちゃいます。そして横も結構こう、うん、ギリギリじゃないですか、はい、なんでちょっとトランクは、うん、はい、使い勝手は、うん、まあ、いいかっていうとちょっと微妙なところですけど、長物はしっかり入りそうな。そうですね、ちょっと不思議な形してます。そんなトランクになってます、まあ、タイヤがね、はい、タイヤがでかいんで。あ、そうですね、うん、これだけだってダイハツ取ってますけど、ね、そう、あとは四駆システムがつ、あ、そうですよね、エクスドライブなんで。そうなんですよ、だからそういったところも影響してるかもしれないです。やっぱりこういろんな機能とこのスタイリングってなってくると、うん、多少やっぱりどこかでこう通じて回せなくちゃいけないんで、うん、そうですね。ただあのこう補足的な話になっちゃうんですけど、その皆様こう今までの歴代の
3シリーズでも、まあ、4シリーズでもクーペモデルあるじゃないですか。 BM が今まで出してたクーペモデル、よーく見るとクーペのくせにルーフ長いんですよ。で今回の8のクーペはルーフが短い。短いですよね。そうで80年代後半から90年代半ばまで出てた850クーペ、840M インディビジュアルクーペとかもそうだったんですけど、あれもそこそこルーフの長さあったんですよ。今回のこの車ってルーフが短い、デザイン的に短いのとすごく後ろに向かってスラントしてるんで、だからリアのヘッドクリアランスが相当狭かったかなって思います。超ミニマムな感じ。ただデザイン的にはものすごく綺麗になってます。ものすごく綺麗今回は、はい、もうルーフからこう下がってこう、そう前まではクーペといえどもまっすぐのルーフでこういう感じのイメージだったんですよ、ですね、BM のクーペって。そう、ね、それがすごくもうルーフから下がってきてるんで、すごく流れあの綺麗なデザインですね、うん、このウィンドウの形を見ると分かりますよ、ね、分かります。こんなにとんがってるクーペないですよね、他に。そうね、だからそれだけ今回は850クーペって多分スタイル重視で作ってるんですよね。あ、なるほど、はい、で同じシリーズでグランクーペがあるじゃないですか。4人乗るならそちらにお任せみたいなイメージかもしれないです。もうそれがあるんで割り切って作っちゃって、ね、そうですね、はい、だからこそできたデザイン。まあでも実質2人乗りなんで、はい、そんなにトランクの容量も必要としないですし、うん、はい、全くいっぱい荷物積んで出かける車じゃないじゃないですか。あ、違いますね、はい、まずその辺はそれなりの、うん、そう、ゴルフやるって言っても2人でお出かけされる方がほとんどなので2バック普通に入りますから、その辺は使い勝手は問題ない、問題ないです。はい、そんな感じです、うん、じゃ続いてボンネットを、はいはい、見てみたいと思います。 BM 恒例2回引きのボンネットを開けると、うん、こんな感じで、この辺はグランクーペと、そう、全く一緒です、まあ、一緒ですし、はい、あと M モデルとも、うん、あのまあ、中身 の, そのパワー的なものを抜いて、うん、はい、レイアウトとかは、そうですね、基本は一緒ですね、はい、でスペックが、V8 4.4 リッター、はい、300、あ、違う、ごめんなさい、530馬力、はい、はい、7シリーズとか、あと X5、6、7、うん、そのあたりにも積まれてる、そうです、はい、はい、もう安定安心のハイパワーユニット、はい。でアリーナ店でもちょっと話が出たんですけども、この辺の補強とかちょっと独特ですごいなっていう、ですよね、インテークをまたいでの補強だったりとか、うん、そう、なんかね、最近の BM ってこの手法を取り入れてますね。ここやっぱりつなぐっていうのはあれなんですね。いや絶対大事です。あの昔々の話して笑われますけど、昔ってこうストラットから後ろの補強がメインって言われてたんですよ。でも実際に四角いこのボックス構造で考えると、前のこのコアサポートの強度っていうのはものすごい大事で、多分ねじれの冷凍に関わってくると思います。でセンターだけ硬かったらあのカーボンコアで、真ん中だけ硬かったら全く本当にふにふになっちゃうんで、多分それも考慮されてると思いますね、うん、確かに M の M3 でしたっけ、なんかこういうタワーバースも、ね、そう、あれすごいですよね。すごいですよね、うん、でまあ、車種変わっちゃいますけど、あの Z4 とかもこのインテークとかあのエアクリボックスのところにこう、あ、そうなんですか、そう、補強が走ってますからね、うん、まあ、ちょっとその辺もかなり考えられたエンジンになっております、うん、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。行きましょう、行きましょう。これもう本当アリーナでグランクーペ乗ってた時僕びっくりしたんですよ本当に。あ、そう、はい、なんかもう機械というか車側の頭が良すぎて、うん、
なんて言えばいいですかね、乗らされてる感というか、もうなんか全部やってくれる感じなんですよ。はい、でこのモード切り替えも、うん、もうすごいんですよ、音符が、はい、コンフォートだと超コンフォートだし、そうだよね、スポーツにすると超スポーツなんですよ。はい、そしてドライバーアシスタンスなんかは、うん、全部こう調整が、うん、できる、はい、なんかほんとこのね、はい、あった、いや、エンジンスムーズでですよね、うん、びっくりしますよね、うん、M8 もすごいもん。でも M850 も当然いいんですけど、 M8 すっごいいいですよ。これ21でしたっけ。21です。入ってると思えないですよ、ね、いや全然なんか底辺平の独特のなんかこう、うん、ないっすね。全くないです。引き上げ、はい、これあれだろうね、やっぱりボディがちゃんと硬いからなんだろうね。本当最近のヨーロッパドイツ車って、はい、さらに良くなってますよ。すごいですよね。うん、すごい。本当に感動を覚えます。動画見てください。はい。カーボンコアの。カーボンコアのね。はい。わ、はい、かりました。で内装の質感もうバッチリです。うん、レザーの質感もいいし、うん、はい、このなんていうんですか、スピーカーのこのメッシュのこのおしゃれなこのなんていうんですか、この抜き方。はい。ちゃんと色気ありますよね。色気あります、うん、でもこのラグジュアリークーペとしても乗れるし、うん、スポーツクーペとしても乗れるし、うん、はい、そうなんですよ。インディビジュアル設定ですか、うん、全てオンで、はい、いいですよ。衝突警告、ステアリングサポート、うん、車線変更警告、うん、あ、だからこの辺の便利機能、まあ、もうサポート機能も全部ついてるんですよ、はい、ブラインドで車に行った時に危ねって戻してくれたりとか。そうです、はい、全てを、うん、はい、うわ、めっちゃいい音してますね。いや、めっちゃいい音してる、はい、スポーツだと思っていい音と。これ石原やから、これスポーツです、うん、個人設定スポーツ。あれ、これマフラーバルブついてないですか、もしかして。いや、ついてる、ついてる、ついてます、うん、ちょっとじゃあコンフォートしてみていいですか。コンフォートは静かで、あのさっき吹かした時もバリバリ言わないです。コンフォートはスポーツにするとパンパン言うよね。静かになってます、若干回転上がった時が違うのかもしれないね。あ、そのバルブって完全な開閉じゃないじゃん、はい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 、だから、はいはい、純正のその状況に応じて開けたり閉じたりする。そうです、そうです、はい、そのバルブをそのまま扱ってるんで。なるほど、うん、じゃあマフラーを変えるとだいぶ違うっすね。そうですね、はい、だいぶ違いますね。オンオフ感はちょっと薄れちゃいますけど、はい、まあ、めちゃめちゃいい音してます、うん、ノーマルのやつ乗った時は本当にスポーツはもう超スポーツサウンドで、本当コンフォート、すげえコンフォートで、もうなんか、7シリーズこれみたいな。本当に本当に、うん、わあ、いい音しますね。いい音します、うん、うわあ、うわあ、ちょ、高速乗りたくなるくらいです。本当だよね、これでもね、はい、ミッションがさ、はい、やっぱり絶妙なんですよ今の BM って、はい、ハソコートマですよね、これ。え、ハソコートマ、そう、オートマ取り込んでしょ、はい、すごいな。なんかもう一時期こう、うん、なんていうんですか、デュアルクラッチというか、はい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 、がこう次世代のミッションで、うんうん、全部これに切り替わりますみたいな雰囲気だったんですけど、うん、最近トルコンの良さが見直されて、見直されて、結局その技術、革新的な技術がいろいろまた、なんていうんですか、
発見されてというか新たな技術が導入されて、でこう多段化も進んでって、そうですね、はい、乗りやすいし、うん、だから8速車によってねメーカー違いど9速があったりとかあります、ね、7速があったり、はい、だからトルコン使ってるものはもう本当にショックがないしギクシャク感ほぼほぼないしすごいなと思いますよ。でこうなんかシフトの感じとか加速感もちゃんと演出できるじゃないですか。そうですね、今までのトルコンのこの弱点だった、うん、はい、あのいつまで滑らせてるんだよ感がもうないですからね、はいはいはい、こうシャキシャキしない感じ、そう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 、これはそう考えると今そのパドルとそのトルコンの組み合わせでなとすごいですよね。いやすごいですよね、もうパンパン上げてって、はい、言わなきゃ分かんないぐらいのこうシフトスピードで、うん、そう、超快適、うん、いや次この車を乗られる方が本当羨ましいです、はい、それは車的にですか、はい、お買い得的にですか、どっちもですねだって、はい、これノーマルの M850 をご購入いただいたお客様に同じ内容にしてくれって言ったら、はい、これじゃできないじゃないですか。そうですね、はい、そうですね、はい、なので相当解読だし車もおすすめだし、まだパリッとしてますからね、はい、本当ですよ、もう本当にうちのお客様は本当にそう乗り換えのタイミングがとんでもタイミングで乗り換えるお客様がいらっしゃるじゃないですか。そうですね、逆になんかこう勘ぐられちゃうんじゃないかなみたいな、うん、あれ どうしたのどうしたのって、はい、でなんか問題があったようなふうに思われちゃうんですけど、はい、一切そういうのなくて、あの簡単に言ってしまえば大体のオーナー様がいやもう次の車来るからガレージ入んないからそのあのなんていうんですか、こう車の特性が被ってるから、はい、じゃあこれを出すっていう、そういう、はい、なんていうんですか、そうですね、はい、あの乗り方されてる方が多いので、だからそういう方から弊社に入ってきて次のオーナーになられる方は本当幸せだと思います。びっくりですよね、はい、そこのタイミングでもでもいじるんですね、はい、やっぱりノーマルでは乗ってたくないっていう、確かに、はい、まあ、最終段階として今回そのホイールを装着しましたけど、はい、その前の段階でこうペイントカスタムしたりとかローダウンしたりとかっていうので乗られてましたからね、はい、はい、うん、いやもう本当にお買い得な、はい、そして車的にも、はい、もう色もバルセロナブルー、これ確か540の普通のモデルだと選べないんですよね、はいはい、そうです、M モデルというか、はい、M スポーツじゃないと選べないんですよね。そう。で最初の車両紹介で僕触れるのをちょっと忘れちゃったんですけど、バンパーも M スポーツと標準でちょっと形違うんですよね。はい、違います。ちょっとスポーティーなバンパーも。そうです。850だと最初からついてて。はい。いいな8。でも僕ちょっとグランクーペ乗った時となんか全然違います。全然違います、ね。全然違います。はい。はい。なんでしょう。それは。はい。わからないですか。わからないの？わからないです。何ですか？いや車の特性が全く違うんですよ。はい、で、なんていうのかな、はい、8の、はい、8のボディでグランクーペだと、はい、ホイールベースがすごい長いんで、めっちゃ長いですよね。そうなんですよ。はい、だから車のギャップのいなし方も緩やか、はい、穏やかなんですよ。はいはい、でステアリングはクイックに切れるんですけど、車の挙動はクイックさを感じない。へただ、はい、逆に言うとクイックな感じしないんですけど、どこまでもオンザレールなんですよ。M8 も M850 もグランクーペシリーズってどこまでもオンザレールです、はい、そういうもんなんですね。そういう雰囲気が味わえます。で8のクーペだとやっぱり BM の定番通り、はい、攻め込んでいくと弱アンダーでずーっと曲がってきますね。同じ四駆なんですけど、はい、ホイールベースとそのトレッドの比率の違いから車の性質が変わってくるんでしょうね。もちろんそんなに違うんすね。違いますね。でほらあのスッチもご承知のように僕も M8 のグランクーペ乗ったり、はい、これ乗ったり、はい、あと M8、M8 カブリオル乗ったりってしてるじゃないですか、はい、だからやっぱりみんな違いますね。なるほど、うん、キャラクターがはっきりしてます。もうただちょっと長いとかドアが多いとかそういう問題じゃないですよ。そういう問題じゃないですよ、はい、なんかちょっと似てる部分はありますけど、うん、なんかこんなに違うものだと思わなかったです。そうですね、はい、
ベンチレーションが超うるさいんですよ、ほら、うん、はい、本当だね。そうなんですよ、俺、あら、何が始まったんだっていう。昔のベンツみたい。昔のベンツこんな感じだった。昔のベンツこんな感じなんですか。結構うるさかった。へえ。確かに聞くのは聞くんですよ。レンジローバー並みに聞くんですよ。いやベンチレーション。本当だ、耳音だ。ここで聞こえるんだ。ここでずっとふわーって言ってるんですよ。あと下も。ね。はい。臨場感出すためにスピーカーから音出すね。そこからっすか。まあこの辺でもしっかり操作ができると。そうですね。はい。なんか。はい、スイッチ多くて設定も多いですけど、はい、別にこうオートだったり、はい、車の設定デフォルトの設定にしとけば別に本当難しくないですね。まあそうですね、任しちゃっていいですよね、うん、そう任しちゃっていいです、はいはい、もうただアクセル踏んでこう楽しんでそんな感じで全然楽しめちゃいます。もうなんか本当 BM って好感持てます。失礼しました、ちょっとあの足の長い土方さんとでしょ、シートポジション変えないと思ったら届かなかったっすでしょ、はい、うん、何今何大砲本当ですか、うん、富士の演習場みたいな音しましたね今、はい、大丈夫ですか、爆発音が発砲音がこれ大丈夫ですか、ちょっとスポーツはやめましょう、はい、ちょっと、はい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 、じゃあ普通に、はい、あ、本当だ本当だ本当だ、うん、これコンフォートにしたらあれですね、全然違うし、バブリングしませんね、ね、そうなんですよ、え、スポーツにしたらあんな低速でバブリングするんですか。そうですそうです。あ、でも確かにアリーナ店で高速乗った時、うん、料金所でパンパン言って、うん、ちょっと視線が痛かったっすもん。本当に、はい、パン高速乗ったの。乗りました。え、よかった。よかったっす、よかったんですけど、はい、アシストされすぎて、はい、あ、なんかもうとにかくこう車線の真ん中を走らせようとしたんですよ、車が。そうですねそうですね、グイーってこう、うん、なんていうんですか、まあ、そのアシストもメーカーによって全然違うじゃないですか。そうですね、逸脱した時にクイッと戻すのもあるし、はい、そういうのはあるんですけど、なんかもう真ん中ビターって走らせるんですよ。多分最近の傾向としてそうですよね。あ、みんなほらシステムがお利口さんになってきたからだいぶ違うんですよ、はいはいはい、だから最初おおすげえなと思ったんですけど、はい、途中で気がついちゃったんですよ、はい、あれこれやらされてんなってだからちょっとそれオフにして、はい、今回ちょっと乗ってみたかったんですけど。ああ、そうなんですね。でもそれ60キロ以上じゃないと効かないんですね、はい、だから高速乗った時にだけあれと思ったんですよ。ああ、そうですね、はい、よくできてんなこれ。だから、最新7シリーズもこの8シリーズも、はい、初めてこうお客さん乗ると同じこと言われます。ものすごく賢くなってるんだねって言われます。そうなんですよ、車の頭がいい感じを。そうですね。で、僕いろんなそのネットでレビュー見たんですけど、はい、なんかその介入の仕方がすごく自然で書いてあったんですよ、はい、か確かに一瞬そう思うんですよ、うん、ただ乗ってると、うん、あ、これ俺が運転してるやつじゃないって気がついちゃうんですよね、はい、やらされてる。そう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 、乗せられてる感じ。一般道はやっぱりそれ聞いてないからもう全然その違和感ないですけど、うん、あとはだからそれも考え方でこう、うん、本当にこう長距離とか、はい、渋滞とかはやっぱりアシストしてもらった方が楽だし。そうだよね、こう自分の意思で走りたい時はちょっとそれがこうない方がやっぱりこう気持ちよく走れるかなっていう感じ、うん、はいはいはい。本当にこの車奥が深いからいろいろちょっとこう、そうなんですよ、車の機能を使って使わないでいろいろ走ってみたくなりますねこの車は、はい。もうコンフォートに乗ってもいいし、うん、スポーツに乗ってもいいし、うん、はい、確かに車だな。なんかこのメーターフードとかもちょっとこうクラシカルな感じしません？そうだね、クラシカル、うん、で、はい、助手席から見てるほど運転席に座るとそんなに邪魔じゃないんですよね。そうですね、そう、助手席から見てるとすごい盛り上がってて、すごく出てますよね、そう、邪魔なのかなと思いますけど。けど運転席の視界だと本当にボンネットのこのラインと同じぐらいなんで、うん、そうだね、全然視界を妨げないです。確かに。でヘッドアップディスプレイも見やすいし、うん、あとはこのメーターっすね、うん、メーターがこうですからね。そうなんですよ。どうですか、
正直僕は BM はまるでこうであったし欲しかったです。本当はそうだよね、どっちかっていうと。ただ別に全然視認性はいいですし、まあ、悪くはない、ね、悪くないです、悪くないです、うん、この辺は新しいものとして受け入れられるんです、うん、全然、はい、パトルもいいな、うん、僕もあのメーターはすごく違和感があります。あタコメーター、あともう一つ違和感があるのが、はい、あの車がダメってことじゃなくて、僕個人的にはハンドルの握りがしっくりこないです、はい、あちょっと独特ですよね、なんか、BM、そうですね、はい、うん、もうちょっと気持ち、そのコブがもうちょい気持ち下でもうちょい張ってた方が好きですね。 あと太さが微妙にちょっと私の手ではフィッティングが良くなかったです。なるほど、この辺は実際触っていただいた方が、はい、そうだからって悪いわけじゃないですけどね、はい、あの贅沢を言わせていただければという、はいはいはい、そんな感じでございます。やっぱり触れる部分ってすごく重要ですよね。いや本当大事です、はい、うん、そこがしっくりこなかっただけでこうあれって思っちゃったりしますからね、うん、大抵こういう車って1回の距離が長いじゃないですか皆さん、はい、そうですね、はい、ちょっとそこまで乗る車じゃないですか、ね、じゃないですよね、はい、うん、これはでも高速乗ってもどこ行ってもいいですよ、うん、乗りやすい。これどこガソリンスタンドのとこ曲がれちゃうっけ。いやもう過ぎました。えずっと真っ直ぐそろそろ覚えたかなっていうあれですか、はい、うん、全く覚えてない。いい加減にしろよって感じですすいません、はい、すいません。バーズ&ウェルビーのこれちゃんとセンタースピーカーもついてるんですね、うん、そうついてます。やっぱりこの辺はあれなんですね、うん、メッキにしないんですね。そうですね、金属の質感の、はい、にしないですね。しないです。反射しちゃいますか、ね、その通りです。ドライバーに無駄なストレスかけちゃいますから、反射の少ない。いやだから全然視認性がいいんですよ本当に。本当いいよね、フロントガラスこんなに寝てるのに。本当本当本当広いもんね。ですよね、うん、あの 広いっていうか広く感じますすごく。なんでしょう、なんでしょう、なんかもっともっと狭い区でもこう外からの イメージでいくと、うん、なんかこの辺から展示始まってても違和感ないよね、はい、そう本来はね。で特に助手席、助手席は傾斜してるからすごく、これがダッシュパネルがだからすごく広いんですよ。全然視認性がいいです、はい、いい感じですね。ドライバーさんは楽しいし助手席の方は疲れないし、そうですね、楽ですよね、はい、うん、すごくいい車ですよ。確かにそうですね、ハンドルがちょっと、うん、なんかね、なんかこうちょっと違うんですよ。なんとも言えないんですけど、うまく。うん、いや僕好きですよ、 M のブラックルーフ、アンソラジットってんだっけ、なんだっけ、なんかそれも発音で、はい、アンソラサイトって言ったり、ね、アンソラジットって言ったり、はい、うん、難しいですね。でも BMW なんかある一線を超えると、まあ、そういう言い方あんま良くないかもしれないですけど、ある一定のこの何ていうんですか、はい、モデル以上というか、まあ、金額以上のやつって、はい、なんかものすごくこう別格じゃないですか。はい、なんかポルシェと同じぐらいのなんか走りの楽しさというか、うん、はい、大宮店で M4CS ちょっと乗らせていただく機会があって、はい、もう衝撃を受けて、あそうですか、はいはい、マジかと思って、はい、あんなに楽しい乗り物があるんだろう、うん、最近の BM って多分あのシリーズごとにちゃんとキャラクターを出そうとしてるのかもしれないですよ。逆に言うとね、昔ってあの BM って7シリーズ乗っても3シリーズのハンドリングなんてよく、あ、はい、なるほど、形容したりしましたけど、はい、だからやっぱりコンパクトスポーティーセダンから大きいものを作っていくイメージだったんですよね。だから7シリーズでも、8シリーズでも軽く、はい、なんていうの、気持ちよく曲がれる、気持ちよく加速するっていうイメージだったんですけど、最近はちょっと違うかもしれないですね。かけ斜め左で、はい、駆け抜ける喜びはそう、ね、駆け抜ける喜び、そうですよ、はい、駆け抜けられますね、駆け抜けられますね、はい、わスポーツのポチッあ、これやっぱり一緒でした、はい、はい、
花火になってましたね今ね。はい、ここです。花火ですね、はい、これです。これアリーナ店で乗った時もそうです。すげえこの音何ですか。みんな振り返ってどっから音してるか探しちゃうよねこれね。そうです、このオンオフ具合がいいですよ、ね、うん、さっきまでものすごいジェントルに走ってたのにスポーツボタンを押した途端にパン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 って、はい、じゃあうるさすぎる感じもしなくもないけど。そうっすね、うん、いやでも全然こうパンパン言わなければまあ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 って感じ、うん、そのパンパンがよく言うから、うん、まあ、高速道路だったらいいのかな。そうっすね、はい、一般道でパンパン言いすぎてると、うん、ちょっと視線がそう、はい、視線が熱くて溶けそうになります、はい、うわーうわー気持ちいいですね。いいですね、いいですね、はい、なんすごいですね。はい、花火大会、花火大会ですよ、勝手に。いいなぁ。もう1台でもマルチに使えるじゃないですか。そうですよ、うん、4人乗りでさっき狭いってツッチーとリアシートで僕らブーブー言ってましたけど、はいはい、でも長時間4人大人3人ってそういう移動って皆さんやらないじゃないですか。そうですね、正直そうですね、はい、だいたいこうね、どなたか助手席に乗せてお二人でとかが多いと思うので、だから本当オールマイティに使えますね、うん、だそうですよね、だいたい二人までですもんね。だいたい乗るって言ってもね、うん、はい、3人乗る4人乗るって何かこう身内の行事だったりとか、うんうん、っていうことで年に数回あるかないかっていう、距離もそんな長く乗らないじゃないですか。その通りですね、だいたいそういう音の時って、はい、まあ、あとはまあファミリーユースだったらもう別の車です。そう、もともとがね車種変わっちゃうしね、うん、そう考えると完璧ですね。完璧ですよ、もうほんと贅沢ですよ。1台で全て賄ってもらえる、かっこいいし、うん、それが一番いいよね。かっこいい、乗りやすい、かっこいいんですよね。かっこいい、かっこいい、ちょっとほんと歴代まれに見えるかっこよさだなと思ってるんですけど、僕ですね、はい、はい、なんか、はい、エンジン特性と足回りも相まって、はい、その突拍子もないターボ的な加速じゃないじゃないですか。確かに、なんかなのに圧倒的に速いじゃないですか、はい、これすごいですよ ね、 すね、忘れてましたターボっていうの、ドーンと来ないじゃないですか、はい、なんかずっとなんかトルクでグーッて吹き上がっていってるんで、750ニュートンぐらいあるんですよね。そう、ああそっか、だからね、ベースの 4.4 リッターっていうの聞いてるんですかね。いや聞いてますね、うん、今の流れでいくと3リッターターボぐらいでもおかしくないじゃないですか。そうですね、 5名乗っててもなんか3リッターみたいな。そうですそうです。だって次の何でしたっけ、 AMG63 系、それ話題出さない方がよかった。違います、あの、はい、僕の、はい、気持ちがこうなえるんですよ、それ聞く大好きな C63 があって、次2リッターでしたっけ。そうです、はい、悲しい、めちゃくちゃ悲しいです。そうそう、もう噂ですけどね、はい、でもまあまあ真実味をかなり帯びてるような、そうですね、はい、まあ、その辺のこう何ですか、補給類とかターボの進化も、うんうん、まあ、もちろんあるんでしょうけど、うん、なんか結局多分今後の時代、まあしょうがないんですけど、内燃機が優先というよりもアシスト、はい、電気アシスト、ね、はい、ターボアシスト、そういったもののアシストありきになってくるので、内燃機っていうのはなんていうんですかね、主役じゃなくなっちゃうのかなみたいな。でもあれらしいですよ、ポルシェなんかはもう次世代燃料の方に、はい、の開発もやってるらしいですよ、うん、なるほど、はい、いやその有害物質を出さない燃料の開発、はい、そのエンジンを残すために、うん、そっちの方にもだいぶ投資してるみたいですよ。なるほどね、うん、他のメーカーはもうどんどんダウンサイジングでモーター電気っていう組み合わせらしいですけど、ね、そうだよね。そう考えると今時期にこの 4.4 リッターって、うん、もう決して小さくない排気量に、うん、
これだけのものを積んでるっていうのは、うん、はあ、結構な車ですよね。そうですね。で、一昔前に比べてやっぱり V8 モデルの車たちも燃費も向上してますからね、はい、そうですね、はい、だって僕これ下調べでそのホームページ見てびっくりしたですもん、はい、だって840だったらリッター10キロ超えてるじゃないですか。そうなんですよ。これだって10キロぐらいあるんですよね、はい、だって 4.4 リッターですよ、うん、車ボディ2トンあるんですよ、うん、それが肩越しとはいえ10キロ近いってどうなってんのみたいな。本当ですよ、びっくりですよ、うん、で欧州だとこれディーゼルもあるんですよね。あります。すげえな。でもちょっと日本もうちょっとこうクーペ需要をもうちょっと、うん、クーペ人気ちょっと出てほしいです、うん、出てほしいですね。僕も出てほしいですけど難しいですよ。やっぱりそうなんですかね。と思いますよ。ドアがでかいとか、はい、乗せなくても4枚ドアがいいとか、はい、絶対的なその需要が。だってミニバンが喜ばれちゃう国ですよ。そうですね。僕寂しいですよ。でもクーペかっこいいよねっていう人はかなり多いと思うんですよ。いやーそうなんですよ、はい、買う所有するにこう行かなくても行かなくてもね、はい、クーペってやっぱりかっこいいよねって思う人は多分多いと思うんですよ。いや絶対そうですよ、はい、かっこいいですよ。所有にその制限がない方はぜひこのクーペを、うん、まあ、グランクーペもいいですけど、はい、いやいい車。でも本当にどうしても家族4人、はい、ね、はい、ご夫婦でお子さんいらっしゃって移動の時は必ず4人乗らないとっていうんだったらもうグランクーペのチョイスと間違いないと思いますね、うん、そうですね、うん、いい車ですし、あれも8位なぁ。で、はい、乗る車乗る車みんな欲しくなっちゃうんですけど本当っすね間違いないです、はい、その車良さあるっすもん。そうっすね、うん、なんか結果的に特に、はい、ボンドグループのスタッフは、はい、形はどうであれ、はい、走らせることが好きなスタッフが多いじゃないですか。そうですね。そう、セダンなり、うん、オープンなり、うん、好みはいろいろですけど、でもやっぱ走ってなんぼっていう人が多いんで。そうですね。そう、だからまた面白い車を作ったりお客さんに提案したりはしてるんですけど、うん、もっともっとスポーツ化、はい、スポーツクーペ、はい、流行ってください。日本で流行ってほしいです。流行ってほしいですね。で、土方さん毎回最後聞いてるんですけど、はい、カスタムの話しようかなと思ったんですけど、はい、今回はもう仕上がったばっかりです。もう完璧に仕上がってますから、はい、バッチリ出来上がってますんで、はい、ぜひこのままお乗りいただくのがいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京より BMW M850i X ドライブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。